はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフドーマ王国編第20章やっていきたいと思います。まあ最近ちょっと温泉が外れてますからね、そろそろ女湯に浸かりたい。さあ今日のメンツは誰だ。あれ、また外れた。どうなってんだよ。おい主人公、お前もしやわざと入ってるんじゃないのか。メガミックス、もう子供じゃないんだ。親友とはいえ、一緒にお風呂はまずいぞ。お前また行くのかよ。お前はバカか。男の俺が先に入ってるだろう。ほんとバカだなこいつ。ここまで来るとミカミックスの頭を疑うな。結局今回もダメだったか。第20章疑惑の趣旨。トーマ王の世話をしていたというロンタオの導きで、空に浮く不思議な岩をつなぐ橋を渡る一行だが、その岩には多くの魔物たちが待ち伏せていた。怪しいなロンタオ。だいたいトーマ王国ってどれくらい広いんだ。ここら辺はなんか完全にもう遺跡みたいな感じになっちゃってるな。あ、そういえばそこそこレベル上げとかしてクラスも変えた人がいるんですよね。リョーマ王子がサイヤ人化してたけど。ローランに行くためにはこの断壁を進まないとなりません。何これ、岩が浮いてるよ。本当ね。ここからは岩にかかった橋を渡っていくのかしら。どの橋もかなり古そうに見えますけど、そのいきなり崩れたりするなんてことは、いえ、そんなことはないと思います。多分、今多分と言ったな。しかも橋の向こう岸には魔物どもが徘徊しているようだが、でも仕方ないよ。ここしか道がないなら進むだけだ。あの、それでしたら僕が先導します。皆さんを危険な目には合わせられません。おい、そんなに走ったら危ないぞ。またこいつ勝手なことばっかりして。一応モズメと一緒で槍持ってるんだよね。皆さん大丈夫です、渡ってきてください。へえ、確かに見た目よりは大丈夫みたいだね。僕たちも行こう。待て、なんだこれは。橋が消えていく。危ないぞ。みんな早く渡れ。騙された、ロンタオめ。こっちだ、捕まって。ありがとう、助かったよ。よかった、危ないところでしたね。よかっただと。ロンタオ、お前に聞きたいことがある。お、というタイミングで敵か。待って、先に切り捨てといた方がいいぞロンタオを。みんな敵よ、魔物が攻めてきたわ。ミカミックス、すぐに戦いの準備を。もうアクア完全に会話だけだからな、悲しすぎる。一応配置を見るか。橋を上のユニットごと瞬間移動させる。あ、この橋がこっちにつながるってことね。なるほどね。で、この橋がこっちにつながると。ここは？ん？どこだこれは。あ、上の橋がここに来るってことか。最初は孤立してるから、これはね、多分一方から攻めてった方がいいんだよね。左から行くか。メンツ的にはこれでいいかな。じゃあ、いつものドーピングタイムをやりますか。またそろそろドーピング剤を買い足さないといけない時期になってきたな。この地の流脈は空間を移動させるもののようね。うまく使えば向こう岸に渡ることができるかも。うん、それはもう確認した。敵衝撃か。あ、それかもう全員でこっちから向かった方がいいっていう可能性もあるな。それはでもさすがにめんどくさいな。あとこいつらだな。やっぱり飛んでるやつら来るからな普通に。飛んでるやつは危険マークつくよね。で、最初はここだな、左。
誰で流脈を発動させるか。レオンしかいねえな。でマークスを前線に出して、そうするとマークスくっつけた方がいいな。あ、龍馬でもいいか。偏ったな。まあいいか。右は主人公で突破していこう。龍馬と誰をつけるかな。速さ4。こいつは速さ3、魔法防御3。魔法防御が上がるのはまあいいんだよな。結構魔力が上がるのは意味ないから、まあ速さと魔法防御上げとくか。でレオンで龍脈を打って、でこいつはここに、あれいけねえし、ここにいて、でこいつは多分来れないよね、橋一本道だから。で回復は打てるところに行こう。ゆっくり進んでこう、ゆっくり。でここは龍脈を使うか。で主人公を誰とくっつけるかだな。フェリシアとくっつけるかな。魔力上がるしな。速さも1上がるし。うん、フェリシアとくっつけよう。で、そうすると、カミラで龍脈を打つか。よし。多分、環境が。どうしようかな。なんか戦闘とかちょっと長引くからな。味方の戦闘だけにしようかな。ジユニット。ジターン。個別。ジターンにしよう。行くぜ。ほら。これは、能力下げられるからな。ダメージを食らわなくても能力が下がるっていうのかな。でここら辺にいよう。いやこっち完全弓部隊だな。ちょっと配置しくったか。いってててて、よし、 OK。 いいね。うわ超負ける。マジか。うわ、危ない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 。なんだ、回復してきたか。やばいやばいやばい。うちの龍馬さんに何をするねん。とりあえずブリュンヒルデでこいつをぶっ倒す。ちょっと待って、ここに行こっかな。砦に龍馬。ちょっと一回撤退します。撤退撤退。攻撃、こいつは倒しとこう。焦っちゃダメだよ。攻撃くらい。よし、消えた。で杖で夏祭りと、これで完璧だな。ここ来れないよね。うん、来れないな。一体ずつしか。で、じゃあ主人公はガンガン行くか、このまま。ここに待機してればいいでしょう。あと、こいつの射程を見て、ギリギリのところに行こう。ん？こいつの射程は？大丈夫だな。よし。初期部隊が全然進んでないけど、まあ、しょうがない。危ねえ。やっぱり敵が強い。うおー、14。ここにいても14か。主人公はもう完全、うわー、来たー。この、一気に詰めてくんな。天魔武者みたいなの。そうすると誰で倒そうかな。レオンで倒すか。大丈夫。完全に弱ってる。負けるわけないよ。大体さ、この魔戦士ってさ、防御高いんだっけ。それすらわからん。これはガードできるから大丈夫。さあ始めよう。
お、流星が出た。これはいけるぞ。そしてクリティカル。負けられんからな。宝の鍵か。でもなるべくならアドベンチャラーでなんとかしたい気がするんだけど、マックスを一応ここにくっつけるか。宝箱結構いっぱいあったからな。左とここと右上に2つ。よし、主人公またここに行こう。行くぜ。サンダーソード、強い。うまくいきました。もうこいつらなんかいらないんだけど活躍の場が全くない。一人で無双して終わりだからな。よし、いやこれが一番安全な戦い方っすよね。うわー、危ねえ。貴様らごときに。うわ、銃銃って結構食らうよな、これだけ鍛えて。うお、飛んできてるか。厄介だな、この飛行部隊完全返り討ちだけど。お、何来たか。飛行部隊はそのまま直接来るな。これ迎え撃つで、バーサーカー、バーサーカーもここで迎え撃とう。まあ漏れが出たらこいつらで倒すっていう感じだけど、今んとこ主人公で漏れが出ないからな。主人公部隊はこれも完全安泰だな。でここにいるからアドベンチャラーなるべく宝箱開けよう。鍵を使わないで宝箱開け。水車、何水車って。こいつだな、どうすっかな。ここに置いとくか。防御力が上がるからな。うーん、女と魔法か。最悪さくら死ぬかもしれねえな。まあそれはそれでしょうがないか。うーん、倒せないか。一応倒せんな。落ち着いてね。よーし。やっぱりあの馬かっこいいっすよね馬なんだかよくわかんないけど。ん、ここの龍脈どうやって使えばいいんだ。あ、ここだよね。そうすると一回全員左に持ってこないといけないから、この二人をどうにかして倒すしかない。このターンはレディーや。無駄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 。来た。これを狙いか。たまたまミスったけど。いくつ。うわっ、マックス。オッケー。よし、とりあえずさくら回復したな。このバーサーカーをじゃあ誰で倒そうかな。モズメで一回攻撃を仕掛けるか。倒せんな。ちょうど倒せるな。経験値は全然入んないですね。でここで待機させて。あれ、これ多分こっからここ行けないんじゃないかそうだよね、そらそら。鍵1個あるな。こいつが鍵を奪ってこう。ん、こ1、2、ここから攻撃がいける。43の2ってめちゃくちゃ強えな。よし、1個しか開けられないじゃん。誰が鍵を持ってるんだ。あと1つ、鍵を奪いに行こう。鍵要員こっちにアシュラ入れとけばよかったかな。まあいいか、もう今更だからな。よいしょ。で一応龍馬が減ってるから、龍馬で1回龍脈を打って、終わりと。来た。じゃあ開けますか。奥から開けていこう。新龍石いらねえであとここの龍脈打つぞ。こっちか。
ここの舞台か。魔法舞台だからな。魔力じゃなくて、魔法防御の高いやつ。12、27、25、21。匠が弱いな、そうすると。じゃあ、匠って、ここの龍脈を。主人公、まあいいや。もう動かしたから。また、龍脈をかければいいだけだし。で、こいつを、ここか。どうなんだろうな。ここを塞いで待ち伏せよう。こいつもそこそこはあるはずだから。魔法防御。てか、鍵だよ、鍵。あと誰鍵持ってんの？こいつらも飛んでんな。いつか飛んでくるな。いない、鍵持ちが。マジか。最悪アシュラを派遣しないといけないっていう羽目になるぞ。こいつここに持ってんな。うわ、全部開けらんないのか。ってことはもう龍馬をどんどん持ってこう。で、マックス。宝箱があるとこはちょっとめんどくさいですよね。開けないといけ、開け作業が必要になるんで。来たか。来てない。おお、もうなんかすげえ回避率がめちゃくちゃ高いな。で、とうとうこいつらの出番が来たか。死ぬ死ぬ死ぬ。匠じゃ死ぬ、マジで。こいつでも結構危険だけどな。38。よし、オッケー。ダメージを食らうことなく。そう、夕霧ね、なんかこれにしたんですよ。からくり師。からくり師は慈しみを覚えるんで、ちょっとそれ覚えたいなと思って。ほら。おー、かされた、マジか。おお。だがこっちもかわした。で、カミラはダークファルコン。超上がった。リフレッシュ。リフレッシュはね、いらない。暗い。あいつ攻撃できねえな、そうすると。お、クリティカルが出た。一般兵ではやっぱモズメだな。王族を抜かすと。で、ここで倒す。よくクリティカル出んな、やっぱり。 31% だもんな。武器が強いよな、武器が。ここっつ開けらんないからしょうがないよな。あ、おろすじゃない。で、こいつどうしようかな。てか龍馬の魔法防御25か。そこそこあるな。大丈夫かこれ。え、結構来るな。ぐいぐい来るな。ここ魔法防御は上がんないのか。ここにいようじゃ。待機して、こうだな。最強の2人。で、桜、一応回復はさせとこう。少しでも。で、こいつは鍵開け部隊と。さあ来い。帰り討ちにしてやる。なぜか夏祭りを手に入れた。さて、向こう岸に行きますか。じゃあ匠を置くか。そう、これ飛んでるやつだとね。いや、待って待って、こいつら弓使ってくんぞ多分。あ、持ってないか。お、危ねえ危ねえ。飛んでるやつは本当に気をつけないといけないですからね。で、龍脈使ってもう自力で行かないといけねえな、こいつは。で、こいつらを前線に出すか。よし、見事だった。どうしようかな。龍馬を右に持ってこよう。あれ、ここはそうだよね、来ないよね。
いけるか。龍馬で殲滅をして、これ結構考えていかないとダメだな。龍馬で殲滅して、ここの足場を変える感じか。2マス。こいつが強いんだよな、ジェネラルが。やっぱりこれでいいか。来た。危ね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 。回避率なんだ、めっちゃ高い。みんな回避率が高い。行くぜ主人公。ほい。でもうあとは弓部隊だから余裕で倒せる。ほい。飛んでる的には強えな、やっぱり。でこいつも弓だから51。おレベルアップした17。毒蛇、毒蛇は結構使えるからな。鍵開け、え、そうだ、こいつ鍵開け持ってたんだ失敗した。どうしようかな。飛燕の一撃もちょっと欲しいよな。和の心もいいよな。甘かけるを捨てるかな。ちょっとここ鍵開けは欲しい。そうだったか、知らなかったな夕霧が鍵開けを持っていたなんてことは。イメージがないからね、イメージが。夕霧鍵開け持ってるなんて。よし、じゃああいつもあっちに派遣して、こいつを派遣する必要がなくなったから、一旦ここでみんな集まって、で主人公こっちに来るでしょ。でお前はもういいや。じゃああ龍脈使えねえんだこいつどうしよう、もうそうそうカミラだな。全く世話を焼かせてくれる。ここの龍脈はレオンで使って、ちょっとこいつらが来るから、ここはもう龍馬だな。大丈夫か不安っちゃ不安だな。こういう布陣にするか。でちょっと主人公が来るまでは待つか。うん、 OK。 8結構食らう。よし。でもマークスはさすがに防御力が高いな。龍脈使ってで行くと。で主人公ももうこっち行くか。よし、もうちょっとあの2人は完全宝箱役だな。攻め込む、このままガンガン攻める。おーら、おーら、硬い、さすがに硬い。おお、マジかー。おーら、ジェネラルが強いな、ジェネラルがクリティカルで倒した、やった。私の勝ちだ。よし。で、アドベンチャラーはいけないから、レオンでこいつを倒すか。気をつけろ。無様だね。これ上から敵来るんじゃないか、大丈夫か。ジェネラルは絶対大丈夫だな、機動力が低いから。ここもでもだいぶ落ち着いてきたな。夏祭りで回復させとこ。結構減ってたな。飛んできたか。いてててて、やばい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 。こっちに来たか、こっちに。もじめ、お前の出番だ。よし。お、銀の斧。あなたが落としたのはこの銀の斧ですか。どうなんだなんか微妙といえば微妙だな。
あとここの宝箱を開けるから前線に龍馬を出すだろう。なるべく反撃を受けないところから攻撃しよう。このギリギリ倒せないっていうのかな。ほらほら、クリティカルは出てくれなかったか。魔法はねやっぱ強いな、こういうやつには。硬いやつには魔法だな。よし、かといってマークスをここに出すのもいけねえし。鍵開けよう。ガチャコマスタープルーフか。まあいっか。よし、ここももうだいぶ落ち着いたな。宝箱も全部取ったし、あとはボスだけだ。極端な話、龍馬でなんとかしよう。まあレオンで貴様回復はさせん。どうってことないね。さて、銀のなぎなたを持っている。龍馬で倒せるかな。倒せるな。じゃあ終わりにさせてもらおう。ほい、大丈夫。あんまり経験値もらえないな、ここまで来ると。さあこのままガンガン突き進んでいこう。オートへ。オートだかなんだか知らないけど。あれが名前がわからん。一時はどうなることかと思いましたが、なんとか到着しましたね。これがトーマ王国の王城にして難攻不落の祈願城、ローランです。ローランか。ロンタオさんとローランさん名前が似ててわからん。どうすれば城に侵入できるのですか。はい、もちろん城門には鍵がかかっていますから正面から入ることはできません。でも大丈夫、城には僕が逃げてきた裏口があります。そこに皆さんを案内します。そうはさせん。二度と同じような罠にはかからんぞ。マークス兄さん、一体何を。おい、ロンタオ、橋を落としたのは貴様だな。え、待ってください、どうして僕がそんなことを。大方トーマ王の内通者なのだろう。お前はここで切る。ヒッヒー、やめてください。マックス兄さん、イカミックス、なぜ止める。兄さん、あの橋のことだけでロンタオさんを内通者と決めつけるのは、でも確かにロンタオは怪しいわ。最初から私たちを騙すつもりでこの軍に来たのかもしれない。ああ、僕もそう思う。みんなだって同じことを思っているはずだ。ニカミックス姉さん、マークス兄さんに謝った方がいいよ。いえ、私は怪しいというだけでは人を疑いません。甘いな。だがその甘さが、その人を信じる気持ちがお前をリーダーにしたんだろう。え、私がリーダー。ああ、この軍のリーダーは私でも龍馬王子でもない。ニカミックス、お前だ。アンヤとビャクヤの共闘、そんな奇跡が起きたのはお前が私たちを束ねてくれたからだ。しかしこれだけは言っておく、お前の人を信じる気持ちはお前の最大の弱点にもなる。だから用心は怠るな。はい、わかりました、マークス兄さん。結局ロンタオ疑惑はどうなったの。そのまま水に流れてったな。というところで、第20章終了したいと思います。